四字熟語とは日本において漢字四文字で作られた熟語を指す用語。学術的な用語ではなく四字の熟語や整合を指す概念として自然発生的に現れた比較的新しい用語である。最高義には漢字四字で構成される言葉のすべてを指すものとして解釈できるが最近ではより狭い範囲を持って四字熟語とすることも一般的であり。 しかもその定義は人によって一定でない。本項目では、この競技の四字熟語について解説する。四字熟語の一例経典愛人、天を敬い人を愛するという意味。画像は、西郷隆盛の書、四字漢語四字生語四文字熟語とも呼ばれる。一般的に、四字は、四字と読むことは稀、漢字四文字で構成される言葉は、 ほぼ無数と言えるほど膨大に存在する。このうち、より狭い範囲で、四字熟語と総称される言葉は、一般に慣用句的に用いられる言葉であると認識される。慣用句とは、複数の語が言語に結びついた、特定の言い回しのことである。例えば、弁慶の泣きどころという慣用句は、弁慶、泣きどころという構成成分に分けて考えても、 それが向こうずねを意味する言い回しであることを類推することは難しい。また、弁慶の急所とか、豪傑の泣き所などと同義の他の語の組み合わせを考えても、向こうずねという言い回しにはならない。言語学においては、このように語と語の結びつきの強さを熟語度と呼ぶ。四面素化や波乱万丈などは四字熟語として広く認識されているが、 これらも高い熟語度を持つ慣用句の一種とみなすことができ、四字が強く結びついて一つの意味になっている。逆に、例えば、株式会社のような語が四字熟語として認識され、憎いのは、この後の、株式、会社という成分が強く意識され、熟語度が低い複合語に過ぎないと認識されるからで、ある。しかし、結局のところ、これらは、人々が、 どう認識するかに依存してくるものなので、四字熟語を明確に定義することは大変困難である。このような狭い意味での四字熟語という用語が用いられるようになったのは1985年以降であるという。同様の概念を中国語圏では、正語と呼び、ごく少数の例外を除き、四字で構成される。ある物事に対し、 それに関連する個人や物典などに由来する四字熟語を用いた場合は、文字数に比べて情報量が多く、共通知識のあるもの同士では、意思伝達の助けとなったり、表現の幅を広げることができる。また、日本漢字能力検定の5級から1級までの出題範囲にも四字熟語は含まれているように、適切に使用することが、一つの教養であるとみなされ、中学。 高校の国語の入試問題あるいは有名企業の入社試験で出題されたり漢字パズルとして利用されることがある。さらに創作四字熟語のように新たに四字熟語を創作する例もある。人によって知っている四字熟語の量には開きがあり、日常を見かけない四字熟語を多用することには批判もある。また、そもそも四字熟語という区分を用いて特別視する。 現状に回帰的な見方もある。武田信玄の旗差し者。この、出女風除助林侵略女化不動女さんというフレーズは、後に、風林火山という有名な四字熟語として、寛容されるようになった。小学校や中学校など、初等教育において、熟語といえば、複数の漢字が結合して一つの語となっているものと、教えられることが多い。この解釈に従えば、 4つの漢字が連結した語はすべて4字熟語である。これは4字熟語という語における最も広い意味とされ、2字、熟語、3字熟語、5字,字熟語などはこれと同様に広い意味で定義されることが多い。一方で、熟語という語はことわざや慣用句として用いられる表現という意味もしばしば同時に安蓄する。特に、 四字熟語と聞いて想起される漢字の結合の範囲は狭いものであることが多い。漢字の結合のうち四字のものは特別の意味を持つ語が多く、現状で特別視されることが多いからである。広い意味での四字の熟語と狭い意味での四字熟語は異なる概念であるという主張がなされることさえある。この競技の四字熟語を どう定義するべきかがしばしば問題となる。漢字4文字で構成される広い意味での4字の熟語は無数に挙げることができる。このうち、高速道路、介護保険、内閣改造、児童虐待など現代の事象に関するもの多くは熟語の構成成分を見ただけでその意味を把握することができるという性質がある。この性質を言語学的には熟語度が低いという。 このような性質を持つ語は、慣用句という意味での四字熟語から除外できるという。ただ、現代における語で、熟語度が比較的高い語、すなわち、一見して意味を把握しにくいという語も、教室崩壊や援助交際などのように、やはり無数に存在するという。このような議論はかなり古くからなされていたらしく、1941年に、 技術院が設置について審議された際、当局は科学技術は一熟語であり、科学技術の単なる並列ではないと回答したという。現代の事象に関する語を排除して、古事や物典に基づく慣用句のみを競技の四字熟語と呼ぶと結論付けることもできる。しかし、この場合、四字の古事成語という意味で、四字正語といった方が実態をよく反映している。 また、一語一会風林火山のように和製のものや、一石二鳥のように明確な天気を見出せないものも、寛容されている四字熟語であると広く認識されているので、かなり限定的な範囲しかカバーすることができない。道路標識に見られる一時停止というこのような例も、ある。これは、本来ならば、現代における道路交通に関する用語であるが、 彼は一時停止の効かない人間だなどと慣用句的に用いることもあるという。ところで、ある学生に肉食の空欄を補って四字熟語を完成させる問題を出題したところ、焼肉定食と答えたという小話がある。もちろん想定される正解は弱肉強食であり、多くの日本人が焼肉定食を競技の四字熟語であると認識していない以上。 常識的に考えればこれは正解とはみなされないであろう。しかし、前述の一時停止の例のような慣用句的用法が存在しないと断言できないので、これを不正解とする確固たる理由を挙げるのは難しい。これら、一時停止、焼肉定食などの事例に関して、劇作家の別役ミノルによると、四字熟語というものはもっと古風で、 いかめしさを感じさせるものであるなどといって、四字熟語であるか否かを感覚的に判断するものは少なくないという。このように四字熟語を思いつく限り上げていくときりがない。しかし、書籍に掲載できる数には限界があり、採用する四字熟語の選定基準が必要になる。多くの四字熟語辞典は四字熟語を種別に分類し、これを採用基準にしているという。 四字熟語の定義の代わりに、時点の収録範囲のみに言及しているのは、四字熟語時点でさえも四字熟語の、はっきりとした定義を決定することが困難であることを物語っている。例えば現状で、収録数が最も多いとされる、新明解四字熟語時点は、判例で以下のように6分類している。現代社会観観接待。 僧侶規制など日本の聖句手前密ソ主練客だなど、中国天石合心昇丹、疾風木空など仏教語色即絶偶、宿泊区などの入り排水の陣一水の夢など、訓読後等か顔や、先受海始めなどただ、現代社会の範疇に属する四字熟語を採用していると歌っているにもかかわらず、駅弁大学、 昭和元禄といったこの種の語がほとんど掲載されていないという批判がある。この分類を他の時点に当てはめると、現代語や和語を含むものをまず除外し、これ入り、訓読語に属するものは四字熟語とみなすかどうかを春別しないものが多いという。また、岩波四字熟語時点では、前書きの中で、出実合憲といった二字の熟語を二つを組み合わせただけのものや、 つづら折りのような和語をもとにしたものは正確には四字熟語とみなさないと明記している。しかし、それにもかかわらず、これらの語も収録しているという自己矛盾がある。この他にも同書には、てんてこまい、がむしゃらといった当て字に類するものや、試行錯誤、文庫解放と英語に由来するものなど、とっぴな語が多く収録されている。もちろん前述のように、 これらに類する言葉は無数に存在し、すべてを網羅するのは不可能であるので、収録後に偏りが生じているという批判もあった。この批判に対して、同時点の編集部が後年表した四字、熟語一口話によると、どの語にもそれぞれに幾ばくかの根拠があり、どこまでが四字、熟語であるか、カン学学の論争が予想されたので、編集者が 興味深いと判断した語を厳選し、漢字が4つ並んでさえいれば、すべて四字熟語と認めるという方針で辞典を執筆したという。この方針でいくと、四字熟語という語自体さえも四字、熟語であるとみなせることになる。中国文学者の高島敏夫は、これらの事例を選択し、競技の四字熟語であると一般に認識される、言葉には以下の共通点があると指摘している。 さらに創作四字熟語まで広げれば、立幕流のような英語に対する当て字や、鉄腕跡夢のようなダジャレ、四面素化、蝶山星のように漢字以外を含むもの、長々長長長、様々様々のようなジョークなど、珍奇なものも多い。本来、四字熟語といえば、漢字四字が並ぶ語のすべてを指すものとして、差し支えなかった。狭い意味での四字熟語という用語が定着したのは、 元、ジャーナリストの新藤武四郎の著、四字熟語の辞典、活用引用自由自在以降であるという。実業家の稲葉道夫は、同書が書店で平積みされているのを見て、四字の活字から、なる、読む辞典が、静かに売れていると評した。稲葉によると、当時の書店には、小字熟語辞典、ことわざ辞典、うんちく辞典などが並んでいたが、 四字熟語辞典と、称する書籍はこれ以外に見当たらなかったという。もちろんこの著以前でも、四字熟語という語の要例は、見つけることができるが、これが特に決まった呼び方ではなく、人それぞれに、古字聖語や、古字熟語あるいはターンに、聖語や、聖句などと呼んでいたらしい。神道は著書を四字熟語と、鍵括弧付きで表記し、これが、 暫定的に命名した用語であることを強調していた。しかし、現在ではこの用語はすっかり定着し、四字熟語を紹介する本が数多く出版されている。この現状を中国文学者の高島敏夫は自身のエッセイの中で次のように表現している。この命名がうまかったのか、猫も尺子も岩波さんも三星道さんもみんな真似をして、今や、 四字熟語何々の洪水だ。中略四字熟語という言葉は日本語として天下公認という扱いである。四字熟語という用語がその概念を含め一般に留布していった明確な要因は定かではない。パズルファンが四字熟語に注目し、それがブームになり定着したという見解や何かの表紙に中学入試に四字熟語が出題され始め、受験業界において 一定の需要ができたからという見解もある。いずれにせよ、四字熟語に対する需要が四字熟語に関する本を生み、それによって四字熟語に興味を持つ人々がますます増え、雪だるま式に四字熟語が普及していったのだと、高島は推測している。また、高島は、1990年代以降、特定の著名人が好んで四字熟語を用いていることも、その後、 四字熟語が注目を集める一因となったのだろうと指摘している。1998年の時点で毎日新聞では最近なぜか関心が高まっている四字熟語と評されている。四字熟語という用語を国語辞典として収録するようになった事例として、修英社国語辞典大辞林が挙げられる。日本語として定着した用語のみを収録の方針とする工事園では、 第5版まで四字熟語の項目はなかったが、第6版には、漢字四字で構成される制句や熟語という定義で、項目が新設されている。四字熟語という語、四字熟語と読む場合、4のみが訓読みで、残りの字、熟、語は全て音読みである。すべてを音読みにするのであれば、四字、熟語になり、過去に毎日新聞の投書欄でも、四字熟語の読みは、四字、 熟句語ではないかというテーマの記事が掲載されたことがある。実際には、現代の日本語における数字の読み方は、非常に変則的な変化を持っており、NHK 日本語発音アクセント辞典審判によると、4は助数詞と結合する際、よあるいは、4と通常を訓読みするという。ただし漢字を、もっぱら語音で発音する物典などにおいては、4字を、 指示と読む例も珍しくはない。春夏秋冬と季節はほぼ同義の語であるが漢字四字で構成される前者の方が力強い印象を受ける。本来、四字熟語は漢民族独特の表現体系であった。しかし、漢用句として古来から日本語の言語文化にも広く浸透し、軽視できぬ存在意義を示しているという。時に、 四字熟語は力強い印象を持たせることができるため文章の表題などとしてよく引用される。また、同じ意味の言葉でも漢字四字で構成されるこの方が好まれる例もある。例えば、広域地方自治体よりも都道府県という表現の方が好まれているが、この理由としてこの語が持つ四字熟語性が挙げられるという。1 9九十年代以降の日本語ブームの状況下で、 四字熟語を勉強する若者が増えているという。四字熟語には歴史や教訓の膨大な累積がたった四文字に圧縮されていると認識されているからである。ある大学生によると四字熟語などの聞き慣れない言い回しに知性を感じるという。また意味のわかりにくい外来語の勢力が拡大していく中で由緒ある漢語を適切に用いることが 世代間のギャップを埋めるだろうと考える者もいるという。一方で、大学生の学力低下を指摘するために、常識とされる四字熟語が用いられた例もある。週刊誌の調査班が、東京六大学に通う大学生に、抜き打ちで、国語、社会、数学の合計10問の問題を解かせるというもので、あり、 そのうち2問が四字熟語の問題であった。その結果によると、段位法職を答えさせる問題の正答率が6.7%、不払い道を答えさせる問題の正答率が58.3%であったという。評論家の大熊秀夫によると、最近の若者の文章には四字熟語が数多く用いられるが一方で、五字が参見され、 間違った意味で使われることも少なからずあるという。国語教育においては、合意力を問う目的で四字熟語が試験などにおいて問われやすい。常識的な四字熟語を試験に採用すれば、古字の知識や漢字の読み書き能力を見る問題の作成が容易になり、さらに短い試験に向けてのプールも行いやすくなることから、中学入試や漢字検定においては、 4字熟語の対策が必修とされる。また、大学入試においても、4字熟語は、現代文や小論文の試験問題を解く上で、重要な知識の一つに挙げられると、日本語評論家で、元予備高校講師の田村秀幸の指摘している。さらにある参考書によれば、より専門的な知識が問われる、教員採用試験においても、4字熟語についての試験対策が必要であるとしており、 月下標準といったあまり見慣れない語の知識もしばしば要求されるという。とりわけ、高眼無知、意味身長、語理夢中など勘違いしやすい四字熟語は各種試験において品質であるという。この種の語はコンピュータに入力する際にも語入力することは多く、日本語入力システムの ATOC には2009年のバージョンから誤った四字熟語を自動的に指摘する機能が 追加されている。1964年公開の映画、007危機一発を発端として、危機一発の語字が定着してしまった例もある。四字熟語に親しむ世代には、低年齢の児童や幼児も含まれ、四字熟語をテーマとする玩具も存在する。ある玩具店には、四字熟語が印刷されたトイレットペーパーさえ置いてあるという。 悲観事件の外国人でも四字熟語に興味を持つ者も,もいる。例えば、ハンガリー出身の数学者であるピーター・フランクルは、健康一滴、ドバ十画など難解な四字熟語を愛好しており、漢字は確かに複雑だが、複雑なほど人間にとっては恵みになっているのように評価している。漫画やアニメといった題材の中で四字熟語がモチーフとなる例もある。 特に2004年頃から無生物やその他様々な概念をキャラクター化したいわゆる萌え人化が一つのジャンルとして一定の地位を獲得してからは四字熟語でさえも擬人化の対象とした四字点。タイのような作品も出てきた。また、ある物事を表現するのに四字熟語を挙げさせるというケースもある。あるメーカーがコーヒーをイ飲する男女に コーヒーを連想させる四字熟語を尋ねたところ、男性は、緩和球代、悠々自適などを挙げ、女性は、悠々自適、気分転換などを挙げることが多かったという。新聞などに連載している漢字パズルは、専門雑誌が存在するほど人気であり、近年では四字熟語に関する問題も作られている。例えば、東北芸術工科大学名誉教授の馬場祐二は、 1970年代から現在にかけて漢字パズルを制作するパズル作家としても有名で四字熟語に関する書籍や玩具も制作している。このうち四字熟語合わせはババの作品の中でもベストセラーの一つであるという。漢字パズルファンの中には四字熟語を収集するものも存在し、青森県警、青森県内といったものも含め、 青で始まる四字熟語だけで30条に達するリストを作成した者も,もいるという。このような需要に応じる形で2009年には漢字パズル辞典が刊行されている。同書はある漢字を緩和辞典の要領で調べるとその漢字を用いた熟語を一度に上げることができるという。四字熟語の漢字パズルが人気なのは言葉が 根源的に持っている楽しさの要素が四字熟語の中に見出されるからであるという。有名な四字熟語を引用することで既存の思想を簡潔に表現することができる一方で時代や世相を言い当てる心臓の四字熟語が1980年代後半以降次々と生まれている。これは地図の物事をわずか漢字四字で表現することに魅力を感じるからだという。 例えば、1987年当時、秩父セメント会長だった、諸井健は、広港南町が必要なのではないかと言っている。これは、広く興味を持ち、柔軟な発想で、既存の常識を超越するという意味らしい。住友生命は、日本における漢字文化を見直すため、一年間の世相を的確に表現した。 創作四字熟語を毎年一般から募集するという企画を1990年から実施している。同企画の審査員で歌人の俵町は1990年から2009年まで20年間の優秀作品を振り返って一家のように表現している。あらゆるジャンルの出来事をこんなに効率よく一目で振り返れてしまうところに四字熟語の 底力というものを改めて感じます。また、日本語ブームの風潮の中、四字熟語の創作をする著名人もいる。タレントのところジョージは自由に創作した四字熟語を著書、四字列語で紹介している。漢字文化を共有する日本語圏、中国語圏、朝鮮語圏などの人々の間で、四字熟語を用いてのコミュニケーションが行われることがある。 例えば、俳優の真田広之は、映画、プロミスの撮影の際、神外科監督から、真のテーマを四字熟語にして、役である武将の気持ちの説明を受けたという。国際外交について、四字熟語が用いられた例もある。冷え切った、日中関係を立て直すため、当時の内閣総理大臣である、福田康夫が訪中したことを、中国のマスコミは、 芸春の旅と表現し、反対に国家主席の古今東が訪日したことをダンハルの旅と表現した。また、創作四字熟語の最優秀作品に様々様々という韓国俳優のペヨンジュンにちなむものが選ばれたことは韓国でも話題になった。反対に、韓国で毎年選定される一年間の世相を表す四字熟語は、 韓国以外のメディアでも取り上げられ、しばしば話題になっている。近現代にかけて、日本語の原文一致が急速に進んでいった中で、四字、熟語のみが文語文体に多用された、漢文帳の表現を、化石的に残しており、時代錯誤な異物感があるという指摘がある。しかし、最近になって、四字熟語辞典がもてはやされ、本来、 古色騒然であった表現における四字熟語が注目されるようになったのは、それが本来の話し言葉にとって異物、すなわち文語であるという意識が希薄になり、四字熟語の骨張った字面の手触りと音韻法則の独自性のみが面白がられるようになったからだと劇作家の別役実は指摘している。別役によると情報を正確に伝えるため、 言葉が単なる意味の持つ記号にされてしまいつつある情報化社会において言葉の持つ意味以外の要素が逆に注目され始めているという。別訳は四字熟語の使用頻度が増えているのは四字熟語の持つ意味以外の要素のせいであるとしている。中国文学者の高島敏夫は難解な四字熟語を交渉で深淵であると盲信する風潮と それに便乗して次々と四字熟語辞典が出版されていく現状を批判している。表現というものは何度も目にしているうちに自然と意味と使いどころが分かって初めて的確に使うことができるものであり、全然馴染みのないを辞書から探す作業はあまり程度の高くないもののすることだとしている。また、編著者を公表していない四字熟語辞典は公表しているものに比べ、 突飛な語を手当たり次第収録している印象があるという。高島は日本人が常用する四字熟語は日本語の慣用句の一部分に過ぎず、本来もっと非近なものであるといい、四字熟語辞典を次のように表している。そもそも四字熟語辞典というのが学術的な意義も価値もないものである。中略、ただ、 簡単に作れてよく売れるらしいから猫も尺子も参入して儲けを図る。このような批判に対し岩波四字熟語辞典の編集部は四字熟語一口話の中でそうかもしれないと情報する一方で以下のようにも評している。世の中は学問だけで成り立っているわけでもないので学術的に無価値なものが世間で何かの役に立つことはしばしばある。 同編集部によると、例えば人物を形容するときでも、ストーリー性のある四字熟語を用いれば、人間的な肉付けが可能になるという。同編集部は、込み入った状況や複雑な気持ちを四字熟語で言い表せた時の快感を味わってほしいと言っている。しかし、これにも、批判的な意見がある。評論家の田村秀幸の指摘によれば、四字熟語の、 ような慣用句にばかり頼っていると、自分で表現を考え、組み立てることをしなくなり、場合に関係なく一つの言葉で済ませてしまうようになる、思考のパターン化が起きてしまうという。評論家の大熊秀夫は、難しい四字熟語を引用すると、かえって文章のわかりやすさを損ねるとしている。例えば、一晩中眠れなくて、寝返りばかり打っていたと書けば済むところを、 点々反則のようなあまり一般的でない四字熟語を引用する必要はないとしている。また、記事うさぎ、通常という難解な語を繰り返し用いた作家を例に、挙げ、四字熟語の多応は、言学的になりがちであり、読者に嫌味と受け取られかねないと注意を促している。中国語圏では四字熟語という用語は用いず、単に正語と呼ぶことが多い。正語といえば、 もっぱら四字で構成されることが大多数であるが、音量強権、譲るといったごく少数の例外も存在する。このため、四字に特定している場合、中国語では四字覚醒語と呼ぶ。漢字は、標語性が高い文字であり、原則として一字が一単語を表す。特に古典中国語である漢文ではこの傾向が強い。また、 四字がひとまとまりになりやすいという性質が見られる。この例外として、水岸盲朗のようなものがある。盲朗は、連綿語と呼ばれる、擬態語に類するものであり、二字で一語とみなされることが、多く、うとおぼろの二字に分けて考えることに、あまり意味はない。また、阿鼻地獄のような外国語の語彙を含む例もある。阿鼻は、サンスクリット語の阿からの音者なので、これも、あと、 花の二字に分けて考える必要はない。現在も中国語圏における生語は、日本における四字熟語より早いペースで、次々と生まれており、一文字だけ異なるが、同じ意味を表すものも多数存在する。歴史的に要例があるものを集めていけばその数は、膨大となり、実際、日本における四字熟語辞典が最大でも五千項目程度なのに、対し、中国語圏の辞典では、 中華生語熟語次回。全四巻のように全約5万項目のうち、四字からなる生語だけで約3万項目を収録するものもある。中国語圏においても、生語の範囲は一定ではなく、ことわざ、熟語との区別について、扱いは様々である。例えば、中国国家語圏文字工作委員会のプロジェクトとして、編纂された現代漢語言語を基本視点は、 整合四字からなるものと扱い、五文字以上のものを収録する方針のはずが、物理狂気など四字のことわざも少数載せている。他にも、禁酒者か、禁ャ者グロなどのように四字ずつの追句からなることわざや、結交語と呼ばれる洒落言葉では、実際には最初の四字だけを言うこともあり、これらの扱いも問題となる。期限を、 同じとする四字熟語でも、長い年月を経て、日中間で意味に差異を生じた例がある。大阪外国語大学名誉教授の伊地知義次は、以下のような例を挙げている。そもそも日中で共通して日常的に使用する、生語自体がごくわずかであるという意見もある。中国文学者の高島敏夫によると、漢石に由来する、蒙墓三線や、 五越道州などの生語は日本においては有名であるが中国語圏ではあまり一般的ではないという。反対に中国語圏で使用頻度の高い幕名その名や乱七十八、カスなどは日本語において用例が見られない。また日本語で奇想天外というところを中国語圏では異想天開と表現するなど意味が共通するものでも 少しずつ表現の仕方が異なるものも多い。中国語における漢字は原則として一時一音節であり、四時熟語は常に四音節である。一方、日本語では一時一の二網羅であり、四時熟語は四から八拍となる。なお、網羅数は漢字の音読みにおける仮名のうち、要音字を除いた数と等しいが、これは必ずしも音節数とは一致しない。 以下の表は、その例である。中国語では、このような四音節の言葉が最も口調が良く、音声的にも、視覚的にも、安定感が高い。こうして、四字で構成される、無数の表現が自然と作られていく。日本語でも、同様に、デジカメ、携帯など四網羅の語が目立つ。中国語では、成句は中国語の文法に則っ,って構成されるため、 日本語の訓読のように途中で前に戻って読むことはない。例えば、維新伝心という聖句の由来である、六祖断行の法則維新伝心は以下のように読むことになる。日本語では語順や文法の違いにより、法はすなわち心を持って心を伝うと読み下して解釈するのが一般的である。しかし、訓読に加え、 皇族維新伝人のように漢文をそのままの語順で発音する直読も重視する埼玉大学教授の足立忠夫のようなものもいる。前景の幕名その名、乱七十八、カスなどは中国語圏において使用頻度の高い聖語であるが、前者は人文漢分,分後者はごたごたくらいのニュアンスでしか用いられない。これは四字熟語のうんちくが、 一つの教養であるとみなされる日本と対照的である。日本では時に中国三千年の文化の結晶や人類の英知、深遠な意義などと四字熟語の高画さを強調することすらある。これに対して中国語圏における生語はもっと非近なものであり、時に陳腐なものでさえあるという。例えば人物が列をなして建物に入っていく様子を表す時に、 おにきじにという性格を用いる。これは人物を魚に例えて文章に面白みを与えることが最小限の字数で可能になる一方で表現として陳腐な印象を持たせてしまう。だから中国においてプロの著述家の場合、このような整語を用いることを避け、もう少し表現を工夫するという。これは日本におけるプロの著述家が同様のことを表現するのに、 金魚の糞のような列をなして、という陳腐な表現を避けるのと似ている。原文では、金魚のうんことある。各地の方言の差異が大きく、かつそれぞれの地方が長い歴史を持つ中国では、中国標準語の正語以外に、地方独自の四字構成を中心とした、方言正語が多数存在する。ただし、正語とすべき範囲、すなわちことわざとの違いや字数、 書面性の有無などについてはまだ学会共通の認識には至っていない。方言正語の特徴は、明確な出典となる書籍がなく、伝承によっていること、正語を使用する場面が、書面語ではなく、交互中で使っており、一般大衆が広く知っていること、語彙がわかりやすく、内容も通俗的であること、同じ大型こと内でも、地域差が存在すること、もともと語音説の内容が、 音の結合で四音節に変化しているものが存在することなどがある。なお、特定地域の方言での見つかわれたり、地方独特の事物に関し、かつ和語を含まない四字熟語は日本語においても少数存在する。このほか中国では、チワ語、ペイ語などの多くの少数民族語においても、正語は広く尺用され、使われている。古くから、 漢字文化を受容してきた朝鮮語を国語とする大韓民国においても同様の概念は存在する。朝鮮語で四字熟語と言っても通用するが中国語の正語に習って漢字正語と呼ばれることも多い。その範囲は一定ではなく日本の四字熟語と同じように漢語系の四音節語を広く正語とみなし利己主義のような普通名詞や 北斗七世のような固有名詞までを含めて解説している例もある。概ね日本と同様、漢石に由来するものが代表的であるが、日本語から借用された、宝福絶等八方美人や、高万州の俗範二条のように独自のものも見られる。朝鮮語独自の聖語の中には、門前釈迦のように朝鮮固有語を含むものもある。 1970年代頃まで漢文における聖句の意味と要領を答えさせる問題が大学入試に大きなウェイトを占めていたという。しかし、1970年代における僕世紀の漢字廃止政策以降、ハングル専用が推し進められ、漢字は投函されている現状である。ただ、漢用句として四字熟語を引用する例は現在でも多く見られる。例えば、 著名人では、韓国の高田手首相が、自分の政治改革の意思を表現するのに、雲行き伏せを引用した例や韓国大統領府である、青瓦大が、李昭弘大統領の政策を象徴する四字熟語として、タスク北ただし系を選定した例などがある。また、韓国の教授新聞は、韓国各地の大学教授に対するアンケートをもとに1年間の、 世相を表す四字熟語を2001年から毎年選定している。最近では同様の方法で年始にその年の書紋を表す四字、熟語も2006年から選定している。朝鮮民主主義人民共和国は大韓民国と同様朝鮮語を国語としているが、1949年に一切の漢字の使用を廃止している。しかし、 祖国統一医療と民族文化遺産継承や近隣諸国との科学、文化、経済交流という目的で漢字、漢文教育は継続されている。漢字、漢文教育の中で四字熟語も扱っている。例えば、漢文教科書高等中学校3の第29課には四字句という項目があり、その中で難航不落や、 移民ため店などの軍事や社会主義に関する用語が紹介されている。看護系語彙の占める割合が高いベトナム語においても、中国語を尺用した四字の th や nhng、h n p i t 待遇半ベト。生語間骨子や四字からなる寛用表現が多くあり、現在も広く使用されている。看護系寛用表現の7割以上が4、音節語である。 漢語を含まない四音節語で漢語を訳したと思われるものあるが、正語ではなく、ことわざの範疇に入れることが多い。本文で言及しなかった書籍を列挙する。辞典は本文で言及したのみ記載する。四字熟語は一つの単語であるという意識が強いので漢用語と呼ぶ立場もある。句は複数の語から形成される文章上の単位である。この立場を取る。 国語辞典に小学館日本語新辞典がある。同辞典によると、経済や政策は熟語であり、経済政策は複合語ないし合成語であるという。例えば、ベネッセ表現、読解国語辞典の熟語の項目には、第一義として二字以上の漢字を結合して一語の漢語としたものと定義されている。 和語に関しても月日のように複数の漢字で表記されるものは熟語として扱われることが多い。このことわざや漢用句といった意味を排除するため四字漢字語などという表現が用いられることもあるという。字面からは教室の建物が崩れ落ちるなどと誤解されかねないという。字面からは中国に ODA を援助して外交に臨むなどと誤解されかねないという。 17世紀頃のイギリスのことわざの2キリツーバーズウィズワンストーンの翻訳であるというが、役者ははっきりしない。劇作家の別役実は半ば冗談でこのように言っているが、例えば弱肉強食の世界にほとんど無関係であるという意味で使われる例を実際に挙げることができる。心が離れ苦しいが、いろいろな事情で止まっているという意味。リサイクルとかけたダジャレ。 住友生命の1990年の優秀作品。湾岸戦争終結後のブッシュ大統領の人気は夢の後の虚しさという意味。手塚治虫の鉄腕アトムから。住友生命の1991年の優秀作品。ソ連の激動は連日新聞一面を埋めたという意味。四面楚歌とかけたダジャレ。住友生命の1991年の優秀作品。 読売ジャイアンツの監督を辞任した、長嶋茂雄をしたい思う、という意味。超三星とかけたダジャレ。なお長嶋茂雄の背番号は3である。住友生命の2001年の優秀作品。リーグ優勝した、大阪近鉄バファローズの打線という意味。住友生命の2001年の作品。様という字を4個並べることで、韓国の俳優ペヨンジムを表現している。 住友生命の2004年の最優秀作品。例えば、高野花光二が、不釈神明という言葉を用いている姿が滑稽で、印象的であったとしている。わざわざ難しい四字熟語を引用したことに関して、評判はいまいちと毎日新聞にも取り上げられている。大学入試で重要になる国語の知識として、第一に、大義語の知識を挙げ、同音異義語。 類義語とともに四字熟語の知識がこれに次ぐものとしている。文庫本の帯にも同様に紹介されている。同じ母音が続く場合や、発音の、んや、即音の、が含まれる場合は1音節2モーラである、2音節3モーラ、2本、2音節4モーラ。また、和射や、速度などによっては二重母音化や母音無性化などでも、1音節2拍になる。 日本で妖霊が見られない聖句、おにきして入ると訓読する。なお、信女には、なあたりおにき事業という記述がある。俗そって杖を担うと訓読する。日本語の、盗人竹竹シーに近い。屋敷の前に肥沃なたがあり裕福なこと。は、韓国語融合を表記するために作られた韓国国字。日本で妖霊が見られない聖句。 危うきを助け傾けるを定めると訓読する。民をもって、天となすと訓読する。本来は、感情の言葉であるが、主体思想の象徴的表現として、北朝鮮において、よく引用される。ありがとうございます。